だからカリンちゃん、次はね、はい、雑巾掛けをするイメージで手を伸ばすの。え、どういうことですか？カリ、雑巾掛けしたことないからイメージが湧かないです。仕方ない。チャイが見本を見せましょう。ラーノ先生動く気になったよ。でもちょっと待ってね、レオタードに着替えるから。先生こっからが投げんだよな。よし、去年買ってまだ着てないあのレオタードにしよう。いつものでいいですよ。あれ、どこにしまったかしら。先生いつものでいいですよ。いや、このタイミングで着たい。思いついた日が吉日。はあ、あれ、あのレッグウォーマー付きのレオタードどこに行っちゃったのかしら。やべ、断捨離しちゃったかも。